余ってるからあげるよって言って、そうマリンとさ団長もらったんよ。そのすごいいい匂い、これめっちゃ、あー何の匂い、な何のやつか忘れたけどさ、ナイトブラもらったって言って、あーなんかもらってたよ、なんかその場でさいきなり着始めて、なんかそのラミーがなんか最近気に入ってるナイトブラみたいなのがあって、それがすごいね楽らしいんよ。なんかノンワイヤーみたいなやつをなんかおすすめしてて、マリンにねあげてたあそれもそのまま持ってていいよみたいな感じであげてたわ。そう、え、ちなみに団長その時全く話題に振られなかったんだけどあれかな、やっぱナイトサイズだからなのかな全くなんかね正直話振られるかなと思ってなんか待ってたんよ。でもやっぱちょっと団長サイズが多分規格外すぎて多分ないんだよ。だ自分もないもん、ないないと自分のサイズ見たことさほぼほぼないから、多分それで多分ね振られなかったと思う。ずっと聞いてた間で二人がそんなさイチャコラしてる中、団長普通に菩薩のように腕組み後方で聞いてましたよそう聞いてた